まあ、いろいろな占いを見させていただいて、九星気学だけはバッチバチに合ってました。これお読みになったことありますか？このデザイン見たことありますもんね。まさかのスーパー先生がこちらにいらっしゃいます。いやはい、この基本になっている九星気学っていうのは9つの星からできます。はい、若者向けにちょっと作っている本です。ということは読みやすい、ね、読みやすいですね。それをね、小学校ぐらいからやってたら偉い子になってますよね。まあ、そうですね。それではですね、パッとはるちゃんに占いに行きます。まず先生、はるちゃんの本命性を。はい、そうですね。本命性を知るには、まずこの暦です。はい。で、暦の表紙を開いていただくと、はい、ここに皆さんの年が出てきますね。年ですね。はい。はるきさんは何年生まれですか？はい、1985年、昭和60年ですね。はい。1月10日です。はい。で、1月生まれですと、はい、実際2月の3日節あの立春ですね、前ですよ、前まで生まれてる前までは前の年の生まれとなります。おー、なるほど。はい。で、旧姓で言えば七石金星という。なるほど。はい、ちょっと皆さん、ここトリッキーですけども、これはね、とても重要なんですよ。うん、まあ、実際間違えてる方結構いらっしゃいますんで。そうですよ、ね。はい、私違う、六白金星だと思ってましたっていう人、多いです、多いです。これ大注意です皆さん。はい、では先生、はい、はるちゃんのまず性格からいただいていいですかね。はい、そうですね。で、まずここで大事なのは、本命性というのが七石金星ですよ、はい、ということなんですね。で、本命性というのはその方の年の旧姓のことを言います。はい、まあ、七石金星って漠然とみんな一緒のイメージがありますけども、まずその一緒のところから話すと、七石金星というのはもう明るい星で、人の良さが前面に出ます。で、人のためにちょっとこういろいろと気配りをしすぎる。ああ、なるほど、なるほど。もうちょっと楽にしていいんじゃないのっていう、うん、ところがね、みんなあるんですね。なるほど。だから多分多趣味でじゃないですか。めちゃくちゃ多趣味です。ですよね。はい、あれもやりたい、これもやりたいっていうのが特徴です。はい、もうそのまんまじゃないですか。そのまんまなんですね。いろんな人見ててもやっぱり七石金星物知りです。例えばゴルフやったことあるって、ゴルフ知ってるし、うんうんうん、じゃあ麻雀はって麻雀も知ってたり、会話がしやすいですね。そうですね、何でも知ってます。だからよくあの、私プライベートでもみんなに言うんですけども、七石金星を一言で例えると宴会部長みたいな明るくて楽しくて場を盛り上げてなるほど、で何でも知ってる、はい、っていうような例えで、ね、はい、言いますけども、嬉しいですね。エンターテインメント隊長っていうこと、はい、ただ、まあ、その部分、悪い部分もあるんですよ。で、それだけやっぱり楽しむことも多いです。お金使いますよね。あ、使いますね。はい、悪いことで言うと破産の星とも言うんです。あら、ま、まあ、分かってれば破産なんかしませんけども、人のために使っちゃうんです。悪いことではないんですが、どうしても困ってる人に助けたりとか、いろんなことを学ぶためにお金を使ったりとか、そういうところでちょっと自分のお金がね、ちょっと詰まってくるとこがあるかな、うん、なるほど、なるほど。で、それが運勢の強弱ってあると思うんです。いい時悪い時っていうのが、悪い時に入ると急にお金がなくなる、いつもよりも出たりとか、うんうんうん、というのを皆さん知って、じゃあ今年は抑えようと、その性格の部分とも一緒に合わさってくるんで。なるほど、はい、じゃあそれ以上に稼げばいいってことですか？あ、そんな話ですねそういうことです、そういうことです。いっぱい稼ごうっていう、はい、だからその考え、楽天的な考えが史跡なんです。まさに全て、まさに。で、場を明るくしてくれるんで、こういう場もすごく明るくなりますし、私も本来こんな明るくないんですけど。本当ですか？先生も本当にもうアゲアゲですからね。いやいや、もう十分に照らされてますいやいやいや、というようなところの特徴があります。そうなんですね。はい、じゃあ僕のラッキーカラー、七石金星は赤と書きますので、赤、赤、やっぱり赤がイメージのラッキーカラーです。あ、そうなんですね。はい、で、それはもう一生変わらないもの。はい。で、ここで個人的な運勢になってくると、ちょっとこういう分厚い小読み、あ、分からない、濃いですね。この本欲しいです、なんかかっこいい、ここを見ていただくと、昭和60年生まれですね。はい、はい、で、60年生まれを見ていただいて、1月がないですよね。はい、はい、で、1月というのがこの前の年のここに出てきます。あ、なるほど、なるほど。はい、そうすると、この前の年の生まれの方は旧姓、本命姓は何なのというと、七石金星ですね。はい、ということが分かります。はい、で、先ほど七石金星、ラッキーカラーは赤。はい、この次にもう一つあるのはここです。なるほど。1月生まれなので、六白金星の月に生まれてる。じゃあ金星の年で金星の月なんですね。はい、で、違う色としては白、ね、紅白ですか。いいですね。で、日にちが、はい、10日です。10日ですね。そうすると、ここで今度一泊水星の日に生まれてるということまでが分かるんですね。
そういうところの一泊水星の日に生まれて、六泊金星の月に生まれて、七赤金星の年に生まれてるっていうところを鑑定の時はいつも見て。あ、なるほど、はい。まあ、大まかで見ると七赤金星っていう年だから七赤金星を見てもいいんですけど、はい、もっと細かく自分の運勢を知りたいよって言った時は先生に聞いたりして、あの自分のその月と日を 日にちを出すことによってもっと細かく見れる、細かくなります。ってことは七赤金星が今、その明るい宴会部長っていう形だったんですけど、うん、これが月が六泊、うん、ですね、金星 になった場合はどんな、はいはい、で持っている裏の部分、隠れた性質というのが、六泊金星っていうのは天下を取るような強い星なんですよ。芯をしっかりして曲がんないという、うんうん、というところがあるから、七赤金星の楽しむ部分がありながら、多分全部出し切ってないのは、本来は違うぞ、負けないぞ、悔しいなっていう、そっちの粘り強さがすごい持ってるんですよ。なるほど。だから明るく逆に出せるんです。なるほど。 逆にそういうことが出せるってこと、はい、だからかなり若い頃いろいろと苦労もしたでしょうし、その習い事等もいっぱい大変な思いもしたんじゃないのかな。でもそこを歯を食いしばって頑張ってきて今があるんじゃないのかなっていうふうに、だから今の明るさが出せる。その六白金星を持ってないとすると、ちょっともしかしたら遊び人で終わっちゃったかもしれないし。なるほど。いや嬉しいですね、うん、先生に言われてちょっとグッと来てしまったんですけども、うん、いや僕やっぱ昔からなりたい自分っていう想像をとにかくできるのがちょっと特技だったんですけども、うんうん、はい、みんなにはなんでそれができるの、夢見る夢子ちゃんじゃないのって言われるぐらいだったんですよ。あ、はいはい。でも僕はあのイメージがすごいできてて、慣れてる自分も見えてるし、うん、じゃあそれについて絶対そこの景色を見るために努力は惜しまないっていうのは昔からやってました。そうでしょうね、はい、ここまで先生すごいいいことをいっぱいでありがとうございます。はい、いえいえ。でちなみにその日にちが、一泊水星、一泊水星、一泊水星というのは水の星ですよね、はい、一泊白い水と書きます、はい、で水というのはどんな器でも合わさりますよ。こんな器があり、こんな器があれば、はい、そこに水を注いは平らになります、はい、ということはどんな人にも合わせられるよっていう特徴があります。やばいじゃないですか、はい、ということは今のお仕事にもぴったりですよね。なるほど。水商売向きだよとか、うん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 、そういう言い方をしたこともあるんです。なるほどなるほど。そうですね。水商売ってやっぱり気遣いますよね、人にね、うんうん、まあ、どんな仕事もそうかもしれませんけども、まあ、はい、そういった水仕事にも合っているというイメージですよね。なるほど。でそれを置き換えると、そういう人付き合いが合わせられるよっていうふうに変わってきます。なるほど、はい、意外と僕そのまんまかもしれないです。まあ向いてるじゃあ職業っていうのはやっぱりその水商売だったりとか、はい、もうそれは本命性そのままですよ、うん、七赤金星っていうのは表舞台で活躍するような光を当たる星なんで、で一泊水星を持っているっていうのはいいとこ見せたいとこがあるわけです。ちょっとこうねかっこつけたいとか、なるほどなるほど、そういうようなところもあるので、そういうのが全部組み合わさってくると、まあ、今の舞台とかそういう芸能関係の仕事っていうのはまさに適職ですよね。あ、素晴らしいです、うん、ってことはやっぱり自分 の運勢だけを知っててもダメっていうことでじゃないですか。家族みんなの運勢を知る、で、はい、誰がその家族の中でいいのか悪いのか、注意すればいいのは何をすればいいのか、うん、なるほど。でこれが会社になれば、この社員の中でこの人運勢いいよってなれば、うんうんうん、じゃあその方をちょっと表に出してあげればその会社の利益売り上げにもなるじゃないですか。なるほど。運勢いい人が行くわけです。なるほど。で運勢悪い人はちょっとサポート回ってねとか。なるほど、そういうことなんですね。そうです。ってことはじゃあ今新しい舞台を作るって言った時とかも、はい、彼を中心に売ろうとか、うん、今年は彼をじゃなくてこっちの子を使おうとかっていう風に見てる企業もあるってことですか？あります、あります。えらいこっちゃですね、それは。えらいこっちゃですね。もうどうしてもできないですね、そんな。うん、ああ、面白いですね。ということはやっぱり自分のことも知っておいて、うん、まあ、上場企業だったりとか有名なところ、うまくいってるところもやっぱりこういったものを旧正規学を使いながらやっていくってことですよね。そうですね。ということはやっぱり自分のことだけじゃなくて周りの人もみんな調べていかないといけないということで、はい、いよいよですね、皆さん僕の運勢を知っていただけたところということで、僕は今度は皆様の運勢を知っていただきたいなって思いますので、次はですね、はい、それぞれ皆様の星の性格だったり等々を教えてもらえるということで、はい、ちょっと楽しみです。皆さんどうなんだろうね。それではありがとうございました。ありがとうございました。木山春樹さんの情報はこちらの概要欄に、記載しておりますので、皆さんフォローの方よろしくお願いいたします。ぜひぜひよろしくお願いいたします、はい、それとですね、先生がなんと LINE を始めたと。あ、はい、
いいじゃないですか。ありがとうございます。ね、先生の LINE がこれから公表されるということなので、はい、これもですね概要欄の下にありますので、ぜひぜひ皆さんご覧ください。よろしくお願いいたします。